次はですね、バックカントリー版です。これはちょっとあの大型テントなのかソロに入るのかちょっと微妙だったんでこっちに入れました。まあ、まだちょっと実践で使用してないから何とも言えないんですけど、まあ、まあ良い点で言うとまずやっぱり広い、背が高い、ね、あと、まあ、メッシュが大きいから、換気がいいですね。悪い点で言えば、まあ、あくまでもシェルター扱いだから仕方ないんですけど、まあ、インナーがない、インナーテントがない、まあ、中にちっちゃいテントを入れて使ってらっしゃる方もいます。あ、そっちで寝、中で寝るとかですね。あとはシングルウォールの、まあ、宿命なんですけど結露がすごいですね。あ、結露がすごいです。だから、まあ、これは自分で使っての経験じゃないんですけど、まあ、ネットとかで見てですね、やっぱ結露がすごいということで、まあ、やっぱタープを屋根にこう覆ってですね、対処している方が結構いらっしゃるみたいです、はあ。次ですね、次はですね、大型テントですね、まずランドロックです。ランドロックはですね、まあ良い点では言うと、まず広い、高い、背が高い、かっこいいですね、まあ、これは、うん、まあ誰が見ても分かると思うんですけど、あとはですね、雨風に強いですね。もちろんやっぱ大型テントだけあって、まあ、大型テントはやっぱ背が高い分だけ風にですね弱い、宿命があるんですけど、結構強い方だと思います。ポールもですね結構極太なんで、はあ、であとスカート付きです。でですね、冬場に最適ですね、はあ、中で、まあ、ストーブなんか焚いたらもうあっという間に温度が上がってきます。ぐんぐんですね、半袖でいいぐらいですね。だから薪ストーブ使ってらっしゃる方も多いですもんね、ランドロックで。で悪い点で言うとですね、ちょっと重たいんですよね。総重量が22キロあります。でまたポールとですね、巻くと別々なんですね、袋が。でやっぱ収納サイズが大きくてかさばるところですね。あとはですね、まあ、設営が、まあ、慣れないとちょっと大変です。一人慣れると一人でも設営できるんですけどね。コツをつかめばですね。あとはですね、値段ですね。あ、まあ、これはスノーピークは、まあ、ブランドだから仕方がないんでしょうけど、高いです、とにかく。15万以上します。で本体だけならいいんですけど、オプションがですねまた高いんですよね。スノーピークのトリートだったら、まあ、ある程度オプションは、オプションというかもう標準でついてる部分が、まあ、シールドルーフって屋根、結露防止のためにつける屋根もついてないし、まあ、グランドシート、インナーシート、まあ、跳ね上げ、屋根を作る跳ね上げのタープポールもないし、まあ、その分を買ってしまうとですね、一気にまたお札が飛んでいったりします。あ、ちょっとオプションも高いんですよね。お金がかかります。結構あとですね、あの前室にですね、これもなぜかあのランタンフックがないんですよね。なんでかないんですよね。確かトリトはですね、あったような気がしたんですね。スノーピークのお店に行った時に、直営店に行った時にですね、一回見たんですけど、トリトは確か前室にランダムフックついてたような気がしたんですけど、ランドロックないんですよね。なんでつけなかったのかよくわからないんですけど、まあ、だから、まあ、ランドロックの場合ですね、まあ、インターテイメントのテントのフックがあるので、それをまあ入り口の方までロープでつなげたら、まあ、真ん中で吊り下げられたり、まあ、いろいろ工夫はできるから特にまあ問題はないんですけどね。次がですね、まあ、ケシワのテントですね。トンネル型のテントです。これ、まあ、
非自立式なんですけどね、はあ、まあ、このテントはまず良い点で言うと、まあ、インナーテントがまあ吊り下げ式になっているので、まあ吊り下げたまんま設営撤収ができるところですかね、はあ、あとはまあ前室も広くて、まあ背が高いからですね、まあ立って歩けるところですね。あとはまあ夏メッシュが多くて、まあ夏は涼しく過ごせます、はあ、あとはあんまり使ってらっしゃる方がいないせいか結構目立ちますね、はあ、まあ、被ることもあるかもしれないですけど、めったに被らないと思います、他の人のテントとはですね、はあ、あとはですね、悪い点で言うと、ちょっとメッシュがですね多すぎて寒いです。ちょっと冷え込んでくるとですね、はあ、でメッシュ自体がですね閉じられないんですよね。メッシュのままなんですよ。普通だったらこうチャックかなんかついててじーっと開けてメッシュになって、でじーって閉じてメッシュを閉じるような形になるんですけど、前室とインナーの間の扉にですねメッシュがついてて、それが閉じられないからですね寒いです。インナー自体もメッシュがついてるんですけど、後ろの方にですね、そのメッシュも閉じることもできないし、ちょっと冷え込んでくると寒いかなと思います、はあ、まあ、自分が持ってるテントは以上ですね、まあ、あとは、まあ、ポップアップテントとか、モンベルのシェルターテンチョとかは持ってますけど、あれはちょっと除外してます、はあ、まあ、以上テントの、まあ、個人的な意見を述べさせていただいたんですけど、まあ、リクエストがあったら、まあ、他の、まあ、道具ですかね、椅子とかテーブルとかガスバーナーとかも、まあ、自分が持ってる分でこれいいですよっていうのは勧めて、おすすめできるような動画を上げていきたいなと思います。まあ、自分がも知っている分でですね、なんか教えてくださいという意見があったら遠慮なく書き込みしてください、はい。まあ、そんなにテント歴は長くないんですけど、まあ、自分が持ってて、持ってたり、まあ、知ってたり、する、うん、まあ、自分が知ってる範囲でお答えできればですねしていきたいなと思っています、はい、まあ、そんなにですねキャンプ歴も長くないから大してこう答えられないかもしれないんで、あまり期待をしないでください、はい、すいません、それでは、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。